22日朝、埼玉県春日部市の夏決め駐車場、止めてあった11台の車のタイヤが鋭利、物で刺されてパンクしているのが見つかりました。春日部市と隣の越谷市では先からこれでに合わせて90台以上の車、同じよう、被害が出ていて警察が関連を出て今、2日午前5時前、埼玉、春日部市南で、タイヤがパンクしている、と近所の人から、警戒中の警察官に通報が、ありました。警察が調べたところ、5月、目駐車場に止めてあった、20台の車、